シンガポールインドアスタジアムは、シンガポールのクラン川沿いに位置する屋内競技場。1989年12月31日、開場。シンガポールスポーツハブの一部。設計者は、日本の建築家、丹下健三。アリーナは、最大12,000名収容。過去に、カイリー・ミノーグ、アブリル・ラビーン、デビッド・ボーイ、リンキン・パーク、ブラック、アイド・ピーズ、ウエストライフ、バックストリートボーイズ、オアシス、コールドプレイ、ザ・キュアー、レッド、ホットチリペッパーズ、ジャネット・ジャクソン、イル・ディーボ、サミー・チェン、ポリス、アンディ・ラウ、エリック・クラプトン、フィル・コリンズ、クリスティーナ・アギレラ、グウェン・ステファニー、少女時代、EXOなどがコンサートを開催し、Mnet Asian Music Awardsの授賞式なども実施された。日本のアーティストでは、CHAGE&ASKA、小田和正、喜多郎、安全地帯、ラルク・アンシェールがコンサートを開催した。また、バスケットボール、WWE の大会も行われている。2010年に開催されたシンガポールユースオリンピックでは、バドミントン、卓球の会場となった。ありがとうございます。